はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、グラードンを書いていきたいと思います。その前に一つお知らせです。現在リクエスト投票企画を実施中です。参加方法はいいねボタンを押してコメント欄に書いてほしいキャラ名を書くだけ。すごく簡単な企画なので、ぜひぜひ参加してもらえたらと思います。そしてもう一つ、私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。先ほどのリクエスト企画の裏技になるんですけども、 Kindle でレビュー感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするという裏技があります。概要欄のリンクから Kindle に飛べますので、興味ある方はぜひぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。目の上のラインを斜めに下ろしてきて、でちょっと横に出して、で元の斜めに下ろして鼻のところにつながっていきます。で上げて、でこことここの高さは揃えます。でこの上のラインにくっつけて目を描いていきます。半円で描いて、中にもう一個ちっちゃい丸を描きます。で白いハイライトを入れて黒く塗ります。で角のところを上げていって、でだいたい目のところぐらいまで来たら、また斜めに下ろしていきます。でこの角を4つ作っていきます。で今度目の横にトゲを描いていきます。で顔のパーツ、で斜めに下ろして、でこことつながっていきます。です。でここに牙が見えて、で顎は丸い。でこの反対側にも同じパーツが出てきます。後ろまたトゲが出ていて、でここに背中につながっていくパーツですね。もうちょっと段差作って、この赤いパーツと黒のラインの境目を作ります。でこう真ん中はラインを通して、でここにトゲがもう一個できます。だいたい横ぐらいのところに腕がきます。なので、でここ肩ですね。丸い腕の付け根のパーツを描いて、で関節と手につながっていくパーツです。
で、ここに爪が開きます。この先にちょっと付け根の部分書いてありますね。で、これが親指の爪で、人差し指、中指、で、親指の横から上げていきます。で、こっちとだいたい左右対称になるように高さ揃えて、で、この爪のちょうど真ん中を通します。黒いラインをこっちもですね、真ん中に黒いラインを通して赤いパーツが来ます。で、反対は左腕ですね。顎のところから出ていって、で、爪はだいたい左右で、これも高さを揃えて、ここですね、ここを揃える。で、また人差し指で、親指の爪です。で、こっちはちょっと手のひら、で、この顎から首につながって胸の胸骨ですね。で、ここからお腹につながっていきます。で、この爪からちょっと下がったところでくるっと一本ラインを入れます。で、肘の横にトゲをまた描いていきます。で、ちょっとラインを下ろして、で、またトゲ、で、このラインがこう続いてきます。で、このトゲは左右対称に左側にもついてるので、こうですね、こことここの高さを揃えます。で、大きさ、同じ大きさのトゲがついてないとおかしいので、これもここですね。で、ここ、このトゲの下に膝が出てきます。丸く開いて、で、縁取りしてラインを入れていきます。で、ここのラインをの字ですね、この字に開いて、で、お腹の下からで、爪につながっていきます。で、膝の位置は気持ちちょっとだけ右下がりに書きます。丸く書いて、ね、フリーハンドなのであんまり綺麗な円にはならないんですが、で、これを二重にします。で、もう一個上に足の付け根がきます。で、こうつながってきて、で、ここライン入れていきます。で、ちょっと段差つけて、このパーツがちゃんと立体感出るようにします。で、真ん中のライン、で、このラインのところにちょうど爪
爪が来るので先に爪をちょっと描いていきます。で足もちょっと心持ち右下がりですね。でここから押していきます。でこっちもこの字に、で首の後ろから背中、赤いパーツの間に黒いラインが入って、で黒いラインとこの赤いパーツの間にはちょっと段差をつけたいので、結構あの縁取りしていくのイメージです。で台形作って間のライン、あでここちょっと段差。で尻尾はまずこのくの字の横にトゲを描いていきます。ここにもトゲが3つついてるので、うん、ですか。でこの尻尾の下をまずグインと上げていきます。でここでも四角を作って、もう一本反らせて、反らせてと。で、また間に黒いラインのパーツを入れていきます。で、このちょうどトゲの間を黒いラインが入って、これはだいたい平行に、で尻尾の先にとんがりをグッとこっちに上げて、でこれが4つあります。この先を揃えます。色は赤と黄色と灰色を使って塗っていきます。まず目を黄色で塗ります。でお腹を灰色で塗っていきます。この境目のところにちょっと影を入れて、このお腹の下にも影を入れます。
ではこの内側にも影を入れて、でちょっと歯の近くにハイライトを入れます。でこっち側の手のひらは影になるのでかなり濃いめに塗っていきます。で塗っていきます。下唇ハイライトを入れたいのでちょっとここ縁残します。でこっち側も縁を残して、でこっちのトゲトゲも縁をちょっとハイライトで残します。で鼻の先を薄く塗って、で背中のここを薄くラインを入ってる感じで、このラインですね、ここを薄く塗っていって、ここまた縁つけて、でこっちの目を濃い目に入れます。で、こう続いてきて、ちょっとこっちは影になるので、こういうのを入れます。ここもちょっとハイライトを吹きつけます。でここも吹きつけて、肩のここ丸くハイライト入れていきます。でこっちも縁をつけて、
ここもハイライトも入れて。で、パーツもハイライト、チンして、で、膝も丸くハイライト入れます。で、こっちの膝もハイライト入れて、ここも縁取りしてハイライト入れます。で、尻尾の一番この下の腹のところは黒い灰色で塗って、で、ここもラインを入れます。で、ここ真ん中薄く。で、ここはちょっとまた光を入れて。で、尻尾のこの先もハイライト入れていきます。で、最後黒い部分塗っていきます。
で間のラインですね。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。